アメイエムハトモセイは古代エジプト第十三王朝の第三代または第四代ハラオ。資料によっては二代目の王、セネブエフと同一人物として扱われる。即位名はセケムカラー。鳥の王名表の第六欄の七行目に名前が記載されている。あるラフーンで見つかったパピルス文書にはセケムカラーという王の知性三年目の出来事が記録されていることから、 少なくとも三四年は、統治したと思われる。ヌビアのエレファンティネ島にある、女神サテトの神殿からは、アメンエムハト五世が奉納した彼自身の像が、発見されている。アメンエムハト五世と先代のセネブエフとの関係については、学者の間で見解が分かれている。セネブエフ自身は、アメンエムハトセネブエフという誕生名を名乗っているが、リホールドを中心とする研究者はこれを、 自身の個人名に父親の名前を組み込んだ結果であると解釈し、セネブエフを第12王朝アメン・エムハと4世の息子とする説を唱えている。さらに、セネブエフとアメン・エムハと5世との間に鳥の王名表に載っていない王が短期間在位していた可能性を提示し、両者は別人であると主張している。対して、第12王朝から第13王朝にかけての 時代には一人の人物が複数の異なる個人名を持つ例が多く見られることから、フランクに代表されるグループはアメンエム派ともセイをセネブエフ自身のもう一つの個人名と考え、両者を同一人物とする説を唱えている。ありがとうございます。